こんにちは、黒田和志です。今日もご視聴ありがとうございます。今日は生徒さんからよく聞かれる、音楽は理論なんですか感情なんですかって話ですが、まあ、理論ばっかりじゃつまんないですよね。でも学校では理論ばっかり教えるんですよ。この辺はなぜなのかっていうことですね。まあ僕はどっちかというとちょっと偏ってるので、まあ、あくまでも僕のお話だと思って聞いていただければいいかなとは思います。まあ目次としましてこんな内容でお話ししていきます。まあ理論がないと積み上がっていかないですよねみたいな。ただ感情だけでもちょっと積み上がっていかないんじゃないみたいな。感情が乗ってない音楽の方が伝わることもある。これね、最近本当にすごく多いと思うんですよね。で、あくまでも理論は副産物ですよ。人によって捉え方は違うんですよっていうところら辺でお話ししていきたいと思いますが、では始めていきましょう。はい、理論がないと積み上がらない、ジョニー・ミチェルみたいな人もいるということでですね、まあ、どういう方とかというと、まあ、理論知らない人っていうのは意外とこう理論は自分たちを狭めるから理論勉強してないっていう人の演奏を聞くと、まあ、大体理論初級のあたりの音遣いをずっとしてらっしゃるって感じがすごくしてるんですね、僕は今までの経験上ね。だから意外と理論勉強しないことにはどれが理論だって分かってないことはそれを解脱することってなかなかできないんで、でも別にその理論ね解脱するからいいとか自分たち独特の演奏だからいいってものでも僕はないと思ってるので全然いいかなと思いますね。なので音楽で一番伝わる要素は僕の考えですけど、これ音色だと思ってるんですよ。でもトランペットってパーって入った時の音色の瞬間でもうこれでもう全てもう持ってかれてる時とかあるし、まあ、ベースとかもブーンって弾いた瞬間一発目の音の瞬間でうわゾクってすることもあるし、ドラムも最初のレガートシャ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 ンっていうのをもう本当に一小節も聴けばもうそれだけでもう痺れてしまうっていうこともよくあると思うんですね。楽器ってやっぱりそのなんかこう何を弾くかよりも、まあ、どういう音をしてるのかっていうところが一番やっぱバンバン使ってくるので、なので別に理論的に初級のとこうろうろしててももう音色が多彩でこう伝えたことがいっぱいあって伝わってれば僕はこれ全然いいと思うんですね。なので別に理論は勉強しなくてもいいよとは思うんですけど、悩むんだったらした方がいいかなと思います。でも例えばジョニー・ミチェルみたいな人は、あの人は全く理論勉強してない。まあもちろん聖歌隊で歌ったりしてるから、ある程度のことは聞いてたのかもしれないですけど、ギターとかもあの人、お琴みたいな弾き方もするし、だから自分でずっと模索して弾いてて、この音好き、あの音好きみたいな。で、分類できるんですよ。でも、一般の人ってそれね、だんだん分かんなくなってくんですよ。やってて分かるんですけど、何がいいのか分かんなくなってくる。いや、ある程度こう整理されててこれはいいよとこれ悪いとって言って覚えていくっていうのが今の理論だと思ってるんですけど、ジョニー・ミチェルってそういうのしてないので、でよくその彼女の手記とかで書いてあるんですけど、なんか小娘の音楽だと思って、また変なことつけてあるわって感じの態度をされることがすごく多いと。でもウェイン・ショーターはなんかすごくそれを理解してくれて、私のコード付け、変わったコード付けに対して自由に弾いてくれて、彼はそんなことを一切感じさせなかったみたいなね、ウェイン・ショーターの方に書いてありましたけど、まあジョニー・ミチェル僕すごく好きですけど、まあ本当独特の音楽感を持ってらっしゃる。なのでその普通の理論で勉強してたらあのサウンドはできなかったのかな。でも普通これはなかなか僕はできないと思うんですね。でチャーリー・パーカーは8割練習してきた出来合いのフレーズで積み上げてっていうことですね。まあ演奏中の8割は多分家で練習してきたんだろう、多分これをやろうあれをやろうって準備してきたんだろう。だけどまあもちろんね、アドリブだからこう、その、こういういろんなことをこう練習してきて、もちろん組み替えとかいっぱいするんだけど、アドリブでやってはいるけど、まあ練習してきたフレーズをはめ込んでいってる感じ。ただ、2割がどうしても理論的に説明つかないのがあるんですよ。まああるミュージシャンから、まあチャーリー・パーカーのすごいのはその2割の部分だよ、みたいな。でもその8割がないとその2割には手が届かないんだよねっていう話をしてて、あなるほどなと思ったことはあります。なので僕なんかもそのドラムのこうやつなんていうのは自分が独自で編み出したフレーズなんてまあまあほとんどないって、いくつかあるんです。誰もやってないんですけど、小田さんこれ何どうやってやってるんですかって言われて譜面にして、俺こんなことやってんだって思ったことは何回かあるんですね。なのでそういうのはなくはないけど、でもやっぱりその出来合いのフレーズだからって言って、でもそこで結局感情込めて静かにやってみたりとか、音色とか音量バランスとかそういったもので全然自分らしくは演奏できると思うんですね。だから理論を破ったからすごいってものでも僕はないとは思ってて、ただまあ理論勉強しないとね、何をやっていいか分かんないみたいな、まあ何もないところで話すってまあ難しくないですか。
なんかもうお題も何もなく、はい喋ってって言われて、もちろんさんまさんとかね、そういった人たちは何もなくても急に喋り出してずっと喋ってれると思うんですけど、一般の人ってなかなかそうはいかない。楽器もそうだと思うんです。何もお題も何もなく、自分の出来合いのフレーズも何もなく適当に喋ってみろって言われたら、まあ長く喋るときはもう相当困ると思うんですね。まあ僕らジャズクラブなんていうのもですね、お客様は座って食事ちょっとして何かしたら 4,5 千円払うわけじゃないですか。 4,5 千円普段一般の人が使うってまあまあなね、大きな出来事ですよね。こうやって考えると、そんだけのお金を払って時間も使ってね、ちゃんとこう車だとか電車とかで交通手段使ってここまで来ていただいて、時間も作っていただいてって考えたら、やっぱりなんかあんま適当なことできないんで、やっぱり寄り所っているじゃないですか。そういうとこ寄り所はやっぱり自分の中のやっぱ過去の経験にももちろんあるんですけど、そういうのがやっぱり理論だと思うんですね。なので理論っていうのが、まあ、全くないと積み上がらないんじゃないかなっていう風な気がします。理論を勉強するとバリエーションが多くなるということですね。理論ってね、やっぱり勉強すると整理されてるので、パッパッパって勝手にバリエーションがブワーって広がるんですよ。で、まあ僕なんか勉強するのすごい好きですね。理論とか基礎練習めっちゃ好きなんですよ。やってると、まあ、あっという間にできることが増えていくので、もうみるみる増えていくんですね。なのでそういう意味では僕はまあおすすめしますね。理論とか楽しいじゃんみたいな、やったらみたいな、そんな感覚ですかね。はい、感情だけでも積み上がらないって、まあ、本音を言ったら伝わるってものでもないでしょうっていうお話なんですけど、まずバリエーションが増えても伝えるものがなければ結局綺麗なだけになってしまうんですね。やっぱり、バリエーションもあって増えていいんですけど、何使っていいか分かんない、伝えたいことがないってなると、まあその理論的なものだけになってしまって、がつまんないものになっちゃうみたいな、さっき言った一番最初に言った感、まあ、理論だけじゃつまんないよね。感情だけでも結構伝わらないんですよね。意外と伝わらないです。例えば人を説得するときって順序立てて喋るじゃないですか。こういうことは先に言わないようにしよう。感情を揺さばれるとかことはちょっと積み上げてからにしようとかね。向こうが感情をバッて吐き出させるために最初こっちは淡々と聞いたりとか、まあ、僕も心理学カウンセラーの、ね、資格を持ってるんで、そういう勉強するんですよ。順序違うと説得全然できなかったり伝わんなかったりとかですね。伝える側、まあ大体テクニックなんでもそうですけど、もう特にね、前半は自分の感情を入れない。とにかく相手の感情を引き出して、で、自分の感情を伝えていくっていうのが普通になると思うんですよ。で、これって理論だと思うんですよね。だから、演奏してる時に僕がこう何考えてるのシリーズやってると、演奏する時に考えてられないっていう人がいるんですけど、演奏中には別にこの指を使うとか、ここはどうやってどのフレーズを入れるとかっていう考えというかは、まあ歌と歌がこの歌を先に歌うよりかは、この歌は後にしてみたいな、まあ、結構順序とかどう持っていくか、これを伝えたいしこういう風な感じにしたいんだけど、じゃあ今はこれ先にフレーズ浮かんだけど、これをちょっと温存しておいて後に取っておこうかなみたいな、そういう感じですね。なのでこのタイミングで右左とか僕は全然考えてないですよ。そんなことは全然考えてないです。でも言葉と一緒ですから、だからそのあっていう発音は口を開けてとか、そんなことを考えて喋ってるわけじゃないですよね。なのでそういうのはもう練習でしっかりやっておいて、演奏中に考えてるっていうのは言葉はわかる、今パッて思いついた言葉もある、でもこれを今言っちゃうとうまく伝わらないっていうの、これが理論だと思ってるんですね。なのでこういう場面の時はこっちを喋っておいて、温まってきたらこの言葉を使おうとか、このタイミングでこれをやろうっていうのは理論本はいっぱいあると思うんですね。でも理論本たくさん読んだから、じゃあすごくこうなんかこう日本ねセールスの本とかあるけど、たくさん売れるかったらまあ売れないですよね。売れる人もいるし、それがうまく使う時もあるし、そうじゃない時もあるし、でも理論ってそれぐらいのもんです。そういう風だと僕は思ってます。はい、感情が乗ってない音楽の方が伝わることもある。これすごく最近ひしひしと考えるんですけどね、最近生徒に言われたんですけど、まあ、手触りのある音楽、いわゆる古いね、こうなんかこういわゆるちょっと揺れがあったりとか、こうグルーブしてるなって思う昔のやつを聞いたりとかすると、なんかこう内臓を見てるみたいで気持ち悪いって言われたんですね。ああそういう風に感じるんだって思ったんですね。それはまあ時代性にもあるのかな。打ち込みの音楽の初音ミクなんかっていうのはもう全て電子音楽じゃないですか。でもああいうものの方を好む人たちって結構やっぱり今多いですし、僕も結構初音ミク好きなんですよね。で、まあ、歌詞と音、特にこう映像なんかが一致していると心揺さぶられますよね。だから音楽ってそのバリエーションとかじゃなくて、やっぱ結局歌詞と映像が一致してるっていう、なんかこう
もうその音楽のこの空気感とそれが一致してるっていうのがすごい大事だと思うんですね。例えばあのレディゴーとかね、レディゴーあのありのままのって歌ったらもうあのなんかこうね雪山がこう浮かぶみたいなね、ああいう感覚がやっぱりこう、売れる今一番なんじゃないかな。そのなんかこうパッてこうシーンを見たらその音が浮かぶ、その音を聞いたらそのシーンが浮かぶみたいな、なんかこうリンクしてるものとかね。最近は音楽の中でもやっぱりこうクリップがすごいこうかっこいいやつの方がやっぱ流行るじゃないですか。なので上手いだけじゃなくてやっぱ歌詞とかと音とか映像が一致してるとやっぱり揺さぶられるんじゃないかなっていうふうに僕は思うんですね。で無機質な方が伝わるっていう人もやっぱり最近は多いんじゃないかな。これ最近やっぱりMIDIとかそう打ち込みっていうのがやっぱ流行ってるので、そっちに慣れちゃうとね、むしろ感情が入ってるものはやっぱむしろ気持ち悪いんじゃないかなって感じですね。で一定のビートっていうのは興奮作用があるんですよ。でこうでビートがあまりにもスクエアだと面白くないんですけど、要はこうひしゃげたこう四角じゃなくてこうやってひしゃげたビートもこれが再現性があってずっとビートを繰り返せると、そうするとこうグルーヴになるんですね。だからサンバなんかもそうで、こうドゥッタ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 ドゥッ、前が長くて後ろがガッて短くなってて、それをずっと繰り返せるから、それがこうランダムじゃなくてずっと一定でできるっていうのは、これテクニックなんですね。なのでそういうあのグルーヴするものっていうのは4つがスクエアじゃないわけですよ。必ずこう伸び縮みしてて、でそれがずっと一定でこう再現されてるからビートを感じるんですね。でも最近のやつってこうサンプリングできるでしょ。だからよれてるやつをもう録音してペタペタペタって貼り付けると、それめちゃくちゃグルーヴしてたりするんですね。なのでなんか意外と無機質というよりかはまあまあこうなんかこう躍動させるものとかももう入ってるし、だからすごい面白いんですね、この辺のものを聞いてると。で僕はあのカラオケの生録っていうのを結構ちょいちょいやってるんですけど、ジョイサウンドさんのやつの生録ピッて押すと僕がドラム叩いてるやつがちょいちょいあるんですけど、あの生録のボタンを押すのってレーザーカラオケ時代の人なんですって。だから僕らが演奏するの、だからラッドインプスとかああいう若い子の演奏じゃなくて、田原俊彦とか近藤正彦とかあの辺僕叩いてるんですけど、あの辺のこう、こうポチって押すと人っていうのはやっぱりそのレーザーカラオケで歌った時に生録に慣れてる人なんですね。で生のカラオケの音って結構音分厚くて、自分の声をこう中にこううまく盛り込むのってめちゃくちゃ難しくて、自分の声が聞き取りづらいんですって。なので歌いづらいって思う人がすごく多い。それを気持ちいい、生のバンドで歌って気持ちいいと思う人もいれば、でもミディで慣れてる子って、若い子の世代ってミディで慣れてるじゃないですか。でミディの音って結構パシャパシャなんで、なのでその自分の声がはっきり聞こえるんですよ。なので生のカラオケの音で歌うとものすごく歌いづらい。だからこう無機質な演奏の上で声だけが有機質で歌ってるっていうのに結構慣れてるんじゃないかな。だから YOASOBI さんとかもみんなこうね、みんなこう打ち込みでこう比較的こう淡々とした演奏の上で歌だけがすごい感情を込めて歌ってるみたいな、ああいうでも初音ミクよりみたいなちょっとこういう無機質なとこもあってみたいな、あの感覚が今の時代にすごいマッチしてるんじゃないかなと思うんで、あの辺の打ち込みだからこう人によるんですけど、この初音ミクさんなんて言ったらものすごいたくさんいろんな人が作ってるんで、理論バッチリですごいきっちり作ってる人もいっぱいいれば、もう全然理論めちゃくちゃみたいな、もうなんでこの音にこの音がハマるんだろうみたいな、なんかこう要はこうザラザラ引っかかるところもいっぱいありつつも、なんかこうやっぱりこう総合するとやっぱり歌詞とやっぱ音と映像とかが一致してて心惹かれる部分があるんじゃないかなっていうな感じなんですよね。なので別にあの理論がバッチリだから売れるっていうわけでもないし、人の心をつかめるってことでもないし、ただまあそういう意味ではじゃあどうすればいいんだってなっちゃうんで、まあ勉強していくといろんなバリアをしてる中で自分のやりたいことをこういうふうにこういうのをやるんだっていうふうに決めていけば別に全然いいんじゃないかなとは思うんですけどね。なので感情が乗ってない音楽の方が伝わるって言われたらもうジャズ全然ダメじゃんってか思っちゃうんですけど、でも僕こういう音楽聴いてるのも好きだし、こういうこの無機質なドラムを表現するっていうのも結構好きなんですよ。でそれってその無機質な部分があるから有機質な部分がボーンってこう広がるなーみたいな思ったりとかして自分で勝手に楽しんでるんですけど、まあそういった意味では別にその理論ができたからすごいってわけでもないし、やっぱりこう何か伝えたいものがあって、その伝え方っていうのをまあ
本当にこう手触りのあるものじゃなくて結構無味乾燥としてるけど、その奥側に何かがあればそれはそれで全然いいんじゃないかなって思ったりします。はい、あくまでも理論は副産物ですね。まあ歴史上いろいろやっていって気持ちいいという流れを数値化してまとめたものだと僕は思ってるんですね。だから数値化してまとめたっていうのがすごい大事であって、まあ時代によって禁止事項も変わってるんですよ。ドミナントからサブドミナント言っちゃダメだよって言ってたのが、もう今ビートルズなんかも全然もうポップスなんで普通に使えますし、例えば、ドミソのミの音っていうのは不協和音とされてたけど、もう今は当たり前のように使えますからね。だからこう、別にその時代によって禁止事項とかも変わってくし、ルールもどんどん変わってくもんなんですね。で、なぜそう感じるかの大元っていうのは分かんないです。メジャーとマイナー、メジャー明るく聞こえるでしょ、大概の人は明るく聞こえる、マイナーは暗く聞こえるでしょ、暗く聞こえる、なんでですかってやったら知らんっていうしかないんですよ。なので結構まあそういうもんでしょっていうふうにもう違うって言われたらもうどうしようもないみたいな。昔ウォーキングベースっていうのはボン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 っていうのは歩いてるみたいでしょって、これをどう聞いたら歩いてるに聞こえるんですかって言われたことがあって、知らんとしか言えなかったですからね。もうそうなってくるともう分かんないみたいな感じですよね。他の人はほら歩いてる感じ、ほらこうやって感じでって、今のこのベースの音とその歩いてる動きがなんでつながってるのって言われて、いやまあちょっと困ったことありましたけど、でも大元は分かんないんですよ。だからまあちょっとこじつけみたいな理論もいっぱいありますから、これこういう風な理論とか、理論で説明できなかったけど、まあ無理やりそういう理論作ったんじゃないのみたいなのもあったりしますし、だから理論でまとめると、まあ枠組みがはっきりしてるので、そうやってこじつけて覚えると曲を覚えやすいし、フレーズも覚えやすいんですよね。なので理論っていうのはまあそういう意味で使ってるイメージですかね。なのでまあそんな副産物ですから別にいいとは思います。なので絶対勉強しなさいっていうわけでは全然ないし、今もう本当にまさに理論なんかなくたって売れていく音楽もいっぱいあるので、そういうところではない。ただこう自分の中でその理論勉強しなくても、あこういう音使うと気持ちいいんだって、これも理論ですからね。だからその理論書で載ってる理論とは自分の理論っていうのはまたちょっとずれていくのが普通かなと思ってるんですが、まずはまあ問題に来たら、まあとりあえず理論全部覚えなさいよ一回ねみたいな感じではあるんですけど、覚えない方がいい人っていうのもいたりするのかな。でもまあね、それ知っただけで潰れてしまうような個性だったら、それはやっぱり大したことないんじゃないかなって僕も思ったりします。はい、人によって捉え方違うし、人によってその人の状況によって今はそう思わないけど後でそう思うみたいなのも絶対あると思うんですよね。名盤だからといって全然感動しないこともめっちゃあると思う。でも名盤ですよこれって言われてて、どこが同面盤なんだとか思ってたりして、何年か経ってもう昔感動しなかったからと思って、でもチラッと聞いて開けてみたら、もうあまりにもすごくて涙ボロボロなんていうのはジャズでめちゃくちゃたくさんあるので、そういったまあ深い音楽でもあるんですけどね。だから昔感動しなくてもやっぱりこう時代によって聞くのもこう涙がボロボロなんていうのあるし、まあ、僕もいいおじいさんになってきたんでもう涙もろいんですよ。だから映画でもボロボロ泣いちゃって、歌と曲でもちょっと聞くとバーって涙出てきちゃったりする。だからまあ年取るとどんどんこう涙もろくなるっていうのもあったりするし、まあでも本当にこう自分が今の状況だとこれは感動するけどこれは感動しないっていうのはいっぱいあるじゃないですか。なので理論もそうだと僕は思ってます。まあ、感情だけがぶつかってるのがいい場合もあるしね、やっぱりそういったものは、だから感情で理論全くくしゃくしゃっていうものも全然良かったりすると思うんですよ。で、いい演奏だとね、感動しないシーンっていうのがあって、これ僕たまに流用するんですけど、ニコラス・ケイジが出てる天使がくれた時間、英語だとザ・ファミリーマンっていう映画があるんですね。でその映画で、まあ、男の人が、まあ、ニコラス・ケイジがタイムスリップするというか、結婚をしなかったんだけど結婚した設定の自分に戻る、ね、それは天使がその要はお金持ちになって結婚しなくてそれが人生最高だと思ってたお前に分からせてあげたいことがある、天使が触れた時間っていう話なんですけど、でその時にまあいろんなこう吸ったものがあるんですけど、その中でね、結婚式のシーンのビデオをふっと見る瞬間があるんですね。でその時にララ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 ラ means I love you っていうのを奥さんに歌ってるんですね。でまあ彼はちょっとその新しい生活でちょっと浮気もしようなんて思ってたんだけど、もう奥さんにとにかくずっとみんなの前でお前のことだけが愛してるっていう歌を、すっごい歌下手なんですよ、歌下手なんだけどすごい伝わる、
でピアノもそのなんか町の友達がピアノ弾いててそんな上手じゃないんだけどでもなんかこう伝わるんですよ。でその2人がこうやって歌ってるところに後ろのオケがふわーってこう BGM で入ってくるんだけどそれがすごい融合する。その時って歌が上手いよりも下手な方がぐさって刺さるみたいなシーンが僕あって、あこれって歌って上手いだけじゃなくて下手な方が感動する時ってあるんだって思ったんですね。要は適度に この人らしい下手さみたいなのがあるとその人伝わるじゃないですか。なのでピッチがいいとか悪いとかっていうことよりも感動するかしないかっていうところですよね。だからちょっと前に、ムーンリバーっていう、歌詞解説をしましたけど、その歌詞解説の時にオードリー・ヘップバーンがねティファニー朝食後でムーンリバーを歌うんですけどそのギターをつま弾きながら生声で歌ってる。その歌があんま上手じゃないとでカットするっていうシーンに、まあ、会議でなったところにオードリー・ヘップバーンが来て音楽っていうのは上手いか下手じゃなくて感動するかしないかでしょって言った時に全員が感動しましたすいませんって言ったというお話があるんですけど結局音楽ってそこなんですよね。であのシーンってこうね、軒下でこうやって歌ってて彼が見ててみたいなはいっていうシーンがあるんですけどあのシーンはやっぱり大きいですよね。であれをカットするかしないかっていうところで揉めた、うまいか下手かで揉めた、まあ、人間っていつの時代もそういうのがあるんだなっていうふうに思います。はい、まあ僕変ですよね。昔から理屈大好きで、まあ甥っ子とかから、まあ兄ちゃんは理屈王だからってすごい言われてました。もう理屈、へ理屈大好きだよね、理屈大好きだよね、みたいな。まあ理屈好きなんですよ。なんかこう男の王だから、こう理屈で理解すると頑張れるんだけど、なんでそれをやらなきゃいけないっていうところが腑に落ちないと全然できないし、まあそういう意味でこう順序立ててあるものっていうのは、そのすごいレールに乗ってるからバーってやればいいだけの話なんだけど、自分で模索してるってくるのではちょっととてもじゃない無理ですね。だからベース練習してても、この音合ってんのか合ってんのか分かんなくなってくるんですよね。そういう意味ではやっぱりこうジョニー・ミチェルみたいに確たる音楽やりたいことが分かってる人が理論勉強しないのとは違って、理論勉強しないともうどちらかって何が何かがどの音弾いていいか分かんなくなってくるんですよ。そういった時にある程度の指針で土台ができて形ができてくると、あこの音弾きたいって音が浮かんできたりする。それドラムでも本当にあるんですよ。もうとにかく定番でとりあえずしばらくはリズムをキープして温めていこう、あなんか音に手が届いたみたいな。ジャズって本当に感じるんですけど、こうみんながこうアイデア出して重ねていって音こんな高いところに音乗せれるんだって思った瞬間とか今まで人生何回もあるんで、だからジャズやってるんですけど、全然乗せれない時があるんですよ。みんなで崩し合いしてもうずーっとこう積み木積んだら誰かが壊してみたいなこともあるし、本当にこう支え合って高いところに手が届くシーンもある。ドラマ何もしてなくてただ土台だけやっててお前が音乗せてくれっていう時もあるし、まあそういう意味では自分なりの理屈っていうのはやっぱりいっぱいあって、でもちろんそういう理論書っていうのも好きだからあちこち読むんですけど、まあそういう理論をするのが大好きなんですね。まあ僕は理論が大好きということで、まあただお話した通り理屈理論とかが分からなくてもいい音楽とか伝わる音楽ができるので、もちろんそれでやっていける人は全然いいと思います。そういったお話でございました。まあ僕の考えというのはちょっと変わってるので、変わってる人が喋ってたとお話で、皆さんの、考え方の何か指針になればありがたいと思います。何か、僕がこう思うみたいなことがあったらぜひこうね、できるだけ生産性のある書き方でお願いしたいですが、コメントの方お願いします。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。